キューパルク。さあ、前回ですね、パームスピンからのまさかのウォールスピンをクリアしまして、今回はですね、レッスン3についに入りたいと思います。翔太先生、お願いします。おー、怖い怖い。うわ、近くない？もう一回やっていいですか？ビビっちゃった、こっちで。俺がびっくりしたよ。翔太先生、毎回俺だけ見えるこのドヤ顔なんて。今日やる技ですこれ。今日やる技か。はい。これがついに。そうですよ。そうか、一連の流れの一番最後の種目ですもんね。はい。頑張りましょう。頑張ります。バク転やるんだ。バク転できる人いっぱいいるけど、俺スピンできる人圧倒的少ない。そうか。怖いな。久々すぎて。でしょ。どれぐらいしてないんですかバク転。いつやったんだ、最後やったのって。舞台で一回やって。あ、舞台でできたんですか。はい。じゃあ大丈夫。それ、犬屋さだからもう5年ぐらい前になりますよ。犬屋さって今の時かも。5年前かもしれない。舞台でできるってことは硬い地面で、あの緊張感でできると余裕だと思いますよ。でも俺の体も硬くなっちゃう。その場でやるバク転超苦手。ロングダートかやってます。ロングダート入れないと体がね、それないもんね。一回じゃあその場でやります。はい。で、ロングアウトからのこっちは楽なんですけど、ロングアウトからと怪我のリスク低くなるんで、勢いが良くなるんで、ちょっとまずバク転の基本から話していきますね。昔は誰かから習いました？独学ですか？独学ですね。あ、まあ、友達とやってましたけど、できる友達になんとなくことを聞きながら、はい、人間ってわって驚かされたり怖いって思う。体って縮まるんですよ。はいはいはい。だから前に縮まるんで、バク転と逆なんですよ。はいはい。バク転するときに怖がっちゃうと、みんなこういうジャンプになったりしてきます。あ、しっかり体を伸ばしきることが大事です。なるほど。死ににくい。死なないようにやっていきますか。わかりました。 OK、 それから1回立てますか。で、うわ、いきなりやるんだ。これめちゃめちゃ強めに補助します。わかりました。何が起きても落ちることはないんです。はい。1回やってみてください。わかりました。いきます。はい。本当ですか。はい。ただ飛んだだけですけど、めちゃめちゃいいです。バク転ってただ飛ぶだけなんですよ。ちょっとドキドキします。久しぶりですもんね。で、あと、あと今精子がまた飛んでるんです。あと今精子がまた飛んでるんです。表現変えて YouTube で使えないから。バク転するときに今回意識してほしいのが、はい、できてたって、まあ、腕を絶対伸ばしっぱなしにしてください。はい。で、なんでかっていうと、結構真面目にバク転講座になってますけど、はい、真面目でいいんじゃないですか。真面目でいいんじゃないですか。そうです。そういう YouTube ですか。これ最近 YouTube のコメント見たんですけど、先生がたまに偉そうってコメント入ってて聞いたんですよ。それはだって偉そうだよ。偉そうです。見てるからね、コメント。先生だからしょうがないです。バク転なんですけど、石、一回腕立て伏せの姿勢作ってもらっていいですか。腕立て伏せ、はい、はい。筋肉で腕を支えようとする、あの体重を支えようとするときついんですよ。なのでバク転の時に肘がこうやって曲がっちゃうと、自分の体重が降ってきた時に耐えきれなくなって顔打ったりとか当たるんで、あのよく脳天は行きますよね。そうですよね。ボーンって手しっかり伸ばしてください。わかりました。で、今脳天打つって言ったじゃないですか。ここの原因って顎引いてるからなんですよ。バク転する時は顔を上げてください。顔面打つじゃないですか。見えてれば抑えれます。見えてるうちに地面が来て、手が肘がしっかり伸びてれば掴めます。へー、大丈夫ですか。一回玄関まで上げてもらっていいですか。玄関まで、はい、これ玄関だと思ってるじゃないですか。はい。でもこれ、ここの筋肉って引っかかってるんですよ。顔をもっとここ見てください。そしたら手を持っていきます。はいはいはい。そうですね、はい、この位置を作ってください。はい。 OK ですか。これ横から取んないと分かんないですよ。これ今バンザイしてるだけですか。はい。はい。こうですね。こっからの顔を上げたら、もうそうです。この位置です。パワフルマジック。あと腰を前に出す。腰を前に出す。体を反った状態 OK です。この姿勢作れればできます。腰痛ですね。良くなりました。良くなりました。さっきまで腕を振って足でジャンプしてたんですよ。はいはい。なので、あの足の力だけで飛んでたんですよね。はいはい。今上半身しっかり上げるっていう意識がついたからなのか、この連動してました。しっかり。ああ、そうですか。上半身も使ってちゃんと飛べてるので、より回転も速くなっていい感じです。ありがとうございます。もう一回行きましょうか。いやー、こうやってやっぱ自分でやってると分かりづらいな、この感覚。マジ上手くないですね。本当ですか。すごい。手振ってないんですよね。
きますよ。はい。さあ。お。いいじゃないですか。いいですね。もっとかな。昔より。うまいです。パルクール効果が出てるかもしれない。だいぶ身体能力上がってるかもしれない。上がってるな。これがパルクールマジック。名前の俺は知らないですけどね。次回。論中練習本格化。早く強く。もう無理だ。早く。反復練習に体力の限界か。ギブですか。はい。